では用例ベース対話システムにおける表現集約手法の影響調査という題目で鈴木が発表いたします。こちらが今回のスライドの流れになります。序論では背景や目的、問題などについて説明していきます。モデル集約手法では今回使用したモデルや集約手法について説明いたします。実験では実験設定や実験結果などについて説明します。最後にまとめとして結論を述べます。まず序論です。対話システムとは発話文や対話コンテキストから応答文を推論するシステムのことです。近年ではニューラルベースのアプローチが主流となっています。ニューラルベースのアプローチ2種類ありまして、1つ目が用例ベースと呼ばれる手法です。こちらは応答候補から適切な応答文を選択するモデルになります。メリットとして流暢で意味のある文を出力することが可能です。しかしこの出力文というものは応答候補に大きく依存するという問題があります。2つ目の手法が生成ベースと呼ばれるモデルです。こちらは入力文に適切な応答文を自動で生成するモデルです。応答候補がいらず自動で様々な応答を出力することが可能となっています。しかしその問題として非流暢で無意味な応答をする場合もあるという問題があります。今回はこちら用例ベースの方に着目して研究を行っています。問題と目的を説明いたします。用例ベースでは対話コンテキストと応答候補の関連性を捉える表現集約手法アグリゲーションというものが重要とされています。しかし集約手法の体系的な比較検討はされていません。そのため表現集約が重要ということが分かっていながらどの手法がより有効な集約を行っているかというものが不明瞭という問題があります。そのためより有効な集約手法の明確化を目的としてドイツフレームワークでの比較実験を行いました。ここではモデルや集約手法について説明いたします。まずモデルの概要です。今回使用したモデルはダムと呼ばれるモデルをベースに使用しています。このモデルは対話コンテキストと応答文の関連性のスコアというものを学習していきます。エンベディングでは発話文と応答文を単語のベクトル化を指しています。そしてその単語ベクトルを受け取ったエンコーダーを用いて文ベクトルを獲得しています。このエンコーダーにはトランスフォーマーと呼ばれるモデルを使用しました。そしてマッチングで2種類のマッチング表現というものを獲得していきます。この複合表現は発話文と応答文の関連度合いというものを表現しています。そして今回のメインとなるアグリゲーションの部分です。こちらで複合表現の集約というものを行います。本研究では4種類の集約手法を比較しています。最後にリニア層を用いて最終的なスコアを算出しています。このスコアを用いて応答の選択を行っています。集約手法の説明に入ります。今回使用した集約手法はこちらの4種類を使っています。まずエンコーダーアグリゲーションの説明に入ります。こちらは2層ずつの GRU とリニア層を用いる手法です。1層目の GRU は集約ベクトルの生成というものを行っています。そして2層目の GRU で情報その集約ベクトルの情報の強化というものを行っています。次に CNN アグリゲーションです。こちらは3次元の CNN を用いる手法です。畳み込みとマックスプーリングを使うことで情報を抽出し集約を行っています。次にマッチングアグリゲーションです。これは複合表現、複合表現の差分、アダマール積、差分同士のアダマール積というものをリニア層で集約を行ってあげる手法です。最後にヒエラルキカルアグリゲーションです。この手法はマッチングアグリゲーションとエンコーダーアグリゲーションの組み合わせの手法になります。構成としてはエンコーダーアグリゲーションと同様のものとなっていて、1層目のリニア層でマッチングアグリゲーションと同様の操作を行います。で実験の説明に入ります。今回使用したデータセットは Ubuntu Dialog Corpus のバージョン 2.0 と呼ばれるものを使用しています。これは Ubuntu フォーラムから収集された英語のデータセットです。モデルはこの1個の精霊を含む10個の応答候補をスコア付けというものを行っていきます。それを評価する指標が今回こちらの式にあるリコールと呼ばれるものです。こちらは上位傾向の候補の中に精霊が含まれているかどうかというものを評価する指標になります。 K の値は先行研究と同様で 1,2,5 の値を選択しました。こちらが実験結果になります。 CNN アグリゲーションが一番高い精度を出しています。
まあ、このことから CNN の優れた情報抽出というものが表現集約において有効であるということが分かります。また時点で良かったマッチングアグリゲーションの結果から差分や席などの複数鑑定の情報も有効であるということが分かります。しかし反面、GRE を用いた手法というものは精度が低下しているということが分かります。この GRE を用いた手法の精度低下の仮説として2つ立てました。1つ目が集約不十分による集約ベクトルの不完全というもので、1層目の GRE が集約ベクトルを十分に生成できていないというのが原因であると考えたものです。2つ目が集約ベクトルの強化による情報の過剰な複雑化で、2層目の GRE が不必要な情報の強化を行っているというふうに考えたものです。これを確認するためにそれぞれの GRE を除いたモデルで比較を行いました。1のケースをラストエンコーダー、2のケースをファーストエンコーダーというモデルとして扱っています。こちらがラストエンコーダーの構成図になります。そしてこちらがファーストエンコーダーのモデルの構成図になります。同様の実験を行った結果がこちらになります。ファーストエンコーダーは精度が高いため、集約ベクトルの生成は十分に行われているというふうに考えられます。しかし、ラストエンコーダーの精度が低いため、GRU の精度低下の要因として情報の過剰な複雑化が原因であるというふうに結論付けました。結論です。要例ベースにおける表現集約手法の影響調査を行いました。先行研究で提案された4種類の手法というものを比較しています。結果から CNN の情報抽出、席や差分などの情報が有効であるということが分かりました。また追加の実験で GRU による情報強化が過剰な複雑化を引き起こし精度を低下させる原因となっていることが分かりました。一応こちらが今回の参考文献になります。以上で発表を終わりにいたします。